と。はい、というわけでプレイステーション4のスレザースパイアですね、アセンション14ディフェクトでやっていきます。ちょっとインフルエンザ明けで若干お聞き苦しい点がちょいちょいあるかと思いますが、やっていきます。はい、ランダムなレアカード、3回 HP1 18ダメージ、今や状況、3回でエリートにはたどり着け、まあハテナが何も敵出なければだけど多分無理だよね。なのでレアカードにしようかな。エリートも必ず戦わないといけないやつですね。なんでダメージ受けるのもちょっとあれなんで、レアカード、なるほど。いや強いんですけど打ち消さないと使い勝手が、なので後ろの方でエリートと戦う感じですね。でエリートと戦うのでカードをゴリゴリ集めていきたい。お、合うか、え、っていうか違う防御カード何もなかった、危ない集計効率化集中砲火、スキップで、うわー防御が1枚しかないで次防御ばっかりだよね、攻めたい時にね、知ってる。これでもうゴリゴリに押し通すしかないなほらほらパンと機動神経、暗黒機動神経ですね。機動神経一発目エリートで殴ってくるやつは一匹だけなんだよ、あの3匹出てくるやつね。なんで暗黒でエリート戦にまずは備えよう。起動シーケンスも欲しいですけどね。集中力4で7でしょ、2連解放したら12、一匹は倒せるか。お、いいね。で、6。あとまあライトニング一発で終了ですよ。OK。ポーションゲット、あ、切断、切断ね、打撃っていうスライムにもね切断はある程度のダメージソース持ってっからな。でもだ、暗黒とだからそっちに寄せてった方がいいかな。ここら辺これ入れちゃうと打撃なんだよね
って悪くないんだけどな。ビームセール。ああでもエリート結構いけるんだよな、これ。エリートいける？てかエリートで使いやすい。赤鬼くんは早く倒さないといけないし、カイのやつはこれでスタート切れるし。そっか。で、防御一発打ってからに、こうか。ダブルと攻撃してくる？本当に。ばらけるというか、後ろ行ってくんないね。うわっ。こっち使って二連解放しちゃえば OK で、さらにダーク行って7ダメ。スパンダメージもらっちゃったな。うん。スキップで、お、除去。もうストライクをバシバシ消していきます。で、切断、切断あげとく。冷静沈着。これ惜しいな、会員カード。スタートで取れたらだいぶありがたいんだけどな。あとバックパックか。バックパックもディフェクトちょっと立ち上がり遅いんで、あると少しだけ立ち上がりが安定する。お、ドリームキャッチャー。静かにドリームキャッチャー。これは、あ、集中が増えるか。ダークか二連解放。ダークはまあ上げときたいって上げときたいけど、まあまあ最初は2連解放ってゼロにして手数増やす方が先かな。うん、これね、切断アッポーンですよ。で2連解放してを倒せると OK。 まだ攻撃してこないのか。でだ、これ使えば集中力7で、ライトビーム倒せるね。パン充電待っとこう。さあボス戦だ。こいつか。暗黒初期プログラム貯めとく。
充電してこれ使っちゃうといっちゃうんで、貯める来る来ないかスタート切るか、しょうがないな。2連回ホームなー、高くてやりたかったけど、しゃあない。いいよ、牧場これだ。いやでも時間勝負でしょ、ガンガン行こうぜ、作戦はガンガン行こうぜだ。う、このタイミングで来るか、次のターンに来てほしかった。うわどんどん集中力が落ちていく。だが解放する、ストライク打つ。オッケー。戦化粧、ランダムなスキルカード2枚アップグレード。じゃあその前にカード見せてくれ。怖さーじーきたー。これとこの平行認識のコンボだ。ただ怖さーじ使ってから平行認識を使うような感じで、戦現象、何が、お、暗黒来たね。いいよ、暗くないで、さすがに寝る。あ、そっか、イメージの世界へ。で、フラグありがとうございます。充電、うん、消去プログラム、暗黒、一応コアサージ来て感じようかな。スガン、えい、助けるくんね。その前にこいつが来るんでな。消費、ハローワールドはいらない。スライムか、コアサージは火事すると、あ、ダメージ増えるだけか、いらね。デフラグは上げたい。あ、充電か、充電防御力ちょっと上げないとね。でスライムさんの登場だ。弱体化、ステロイドポーション。殴るときって感じですね。あー、しまった。デフラグ使ってから使うんだった。何をしてるんだ。やばい。スライムクラッシュ食らっちゃうかな。切断もいっちゃうぜ。これで、75でいけばいいね。
うん、ストライク2発受け、打てば足りる。で、もっと減らしたいんだけれども、ポーション、使っちゃう？ステロイドポーションか。弱体化。の方が、いいか。いや、弱体化だったら、切断の時に使った方がいいから、ステロイドポーションか。ステロイドポーション打ち消したんだったよ。ほらほら。これが使えなくなっちゃったよ。使っちゃうか。使って短期決戦できる。いや、切断があるんだから、いけるんじゃないか？グリグリグリ。あ、ばらけるか。ばらけますか。3枚連続で来るとは。でも攻撃はいい感じで化けてる。これで一発回復で暗黒充電免疫でもらっちゃうか。あ、まあでもストライクでへこまして分裂されてもまあダークさえ解放してまえばピギ倒せるし、2連解放あったらダブルで倒せるし。あ、エントロピーありがたい。核分裂バッファ検索、バッファ核分裂検索、まあ暗黒があるので核分裂で解放しつつはありだよね。バッファーはちょっとな、弱いよね核分裂。赤潮出し獣、あ、獣エントロピーあると一個めでる状態になっちゃうな。空っぽの檻、檻で2枚消すか。エリートに当たらないラインがあるのでそっちから行こうかな。
な、ハタの多い方がいいかな。よいしょ。核分裂を早めにアップデートしたいな。コアサージ、あー、コアサージも入れたい、暗黒も入れたい。でも切断もダメージがでかい。うでもこれでいかないし、さらに防御積むし、こいつコアサージで、こいつのデバフカットするのも結構強いよね。で暗黒使って核分裂はちょっと待つか、さすがに。で消去プログラムに二連回を追う。防御でこいつのデバフ一発しか、多分最初に一発しか打たないよね。マイナス、そいつを除いた方がいいはずなんだけど、平行認識でグイッて上げたらダークでいけるかな。デフラグもいけるしな。そうすっか。解放するまでが解放するまでがちょっと微妙だった。カードがいてて、あ、あったあった、あ、大丈夫だった。均衡充電集中砲火、結構強いよね、防御として。取っとくか。85ゴールドでレリック1枚、レリック1個、ありがとう。術か、まあでもいいよ。ハテナでも敵出なくなるもんね。全てのストライクアップグレード結構もう消せてるんだよな。あー、でももっと消したいか。消してこう、優雅。あれでもこれもうストライク消しちゃうと攻撃カードって切断だけになっちゃう今攻撃カードとかアタックカード、そうね、そうねなので防御消そう。わーっとね。なんかくださいな。ワッフルとか欲しいな。特にそれ以外は除去で、さらに防御、
消す。でどんどんハテナ。全ストライク削除。もう1枚しかありませんよ。拒否でいいかな。5枚だもんね。ストライク消した意味。格分です。これをあーまあデフラグもあげたいけど、まあ、あとはこれあげるあげないで全然違う。57。さすがに買えるものがポーションくらいしかない。そりゃそうだ。どっち行くかな。左行くか。左ショップあるから左から行こうかな。防御デフラグ回復ストライクで、あー切断打っても倒せないもんね。こう使って充電打ってて切断用に食べとくか。いや暗黒打っとくか。どうしようかな。いや暗黒からかな。で怖さ怖さ味打って平行認識打ち消して暗黒打って核分裂シワゴンで精神弱集中砲火って感じで。精神弱1枚な。でも数少なくして均衡をぐりぐり回せれば行く必要はないじゃあない。そんなうまいこといきますか。そんなうまいこといきますか。どうでしょう。カード引くカードなしでいけますか。ちょっと一応スキップしとこうかな。で来たり。ろうそくね。呪いカードを引けと。コアサージ使っちゃうかな。弱体化防止を。ポーション1個開けときたいんで。よっ。コアサージ平行認識充電未練解放消去グラブラン
金庫を打ってからに奉行暗黒これ打っちゃっていいけど、あーでも切断打って切断くれば倒せそうだな。打てねえわ。打てんかったわ。次ね。シュゴンで暗黒ストライク9、二連解放はあまあしちゃうかも。しばしば消去プログラム金庫のダークとか暗黒でよで切断くれば終了だもんね。スパン自己修復道中回復したい。おお、ショップめっちゃ出る。再起。あ、ハッピーフラワーじゃないか。これも安いのに強い。てか強いのに安い。なんでだろうね。サービス品ですか。おっと。充電。コアサージ、エコ認識、分裂はさすがにまだしなくていいか、やっちゃって急ぐか、いやしなくていい。で、金庫、デフラッグ、暗黒、入れ解放。いいよ、悪くないバラク方。スガポン。で、消去プログラム打ってから核分裂うわーカードが悲しい。充電自己修復暗黒じゃないな。防御が全然足らなかった。うわー手前ばっかり。さらに下げてくるな。やばい。暗黒撃って二連解放で、いやでも全然倒せない。なんで充電の金庫、ただ二連解放は金庫打ったからちょっと待つ。でもズガン強いバッファー来た。バッファーもらった。うん、
最初のこの安定感だけなんとかせんとな。でフラグも使いたいが、まずは中で中防御で足りるうちは防御しといた方がいいか。前のやつはずっと攻撃してくるもんね。そこえー、後ろもずっと攻撃してくんの？そんな感じ？切断で倒せるんだけど弱体化入れてくんだよな。うん、そうだな。で中で、うん、でフラグ、暗黒使ってからの核分裂、でコア、あれ、あーコアサージ使ってないのか。コアサージ使ってエコ認識で10なんだよな。10でバッファーか、もったいねーもったいねーです、もったいねーです。防御自己修復でしのぐ、白いことになってんのか俺31、なんでそんなことすんだうわーマジか、そんなダメージ与えてたか。弱体化は結構えげつなかったんだな。危なっ。で、う消極炉、あれまだ弱体化入ってる、なんで、あーこいつのデバフか、マジか。切断結局12バッファー12か。いやそうだ、でこうだ、危ないおっポーション再起、暗黒もう一枚いらないな。再起は暗黒がある、暗黒デッキでは結構ダークの管理としてある。何回もダーク使えることになるからね、うまく使えば。42です、お金がさすがに何も買えないか。これなぁ、でフラグあげたい、バッファーもあげたい、金庫もあげたい いやでもコレクターでしょ、平行認識でフラグ、ここは63か、まあデフラグか平行認識かな。再起、再起な、再起ゼロになるんだよね。
ゼロでダークとかオーブぐるぐる回せたら攻撃力アップにはなるよね。こっちかな。でもダーク系だったらやっぱこっちなんだよな。いやでも何回も使えるしな再起はカードの枚数結構少ないから再起使えるのでかいと思うんだよな。これでいこう。で一発目、おー一発目いいよ。壊さず来た。スキルポーションな。いやちょっと敵呼び出してから様子見るか。コアサージ使うでしょ。コアサージ使って近郊で呼び出したやつを切断で倒せるような準備をしておきたい。なので2連解放も残しておいてストライクは打っちゃっていいかな。これでミニオン対策用って感じで、このタイミングでスキルポーション使っちゃう。レインボー消費、レインボー行こう。来いで、32か、まだだ。2連解放頼む。いったいった。で、これで1匹倒せる。スガン。で、もう1匹を。まあまあ、まずはデフラが使う。防御1枚で足りるんだけれども、これで3も一応入るしな。バッファー、いや、バッファー使ったら、バッファ貫かれちゃうよ。7で。それはまずい。違う。再起して、バッファ使えばいいんだ。これ7は抑えられるもんね。いや、違う。あー。自己修復消しとくのもありだったかな。いやいや、バッファ使おう。その後ろの25ね。で、平行認識、これを使って集中力上げる。上がりっぱで、核分裂はダークでやっちゃおう。したら倒せるんじゃない。手前のやつね。そうだね。で、バッファー使わなくても耐えきれる。均衡が来たから。で、消去プログラム、自己修復消しとこう。エントロピーはまあ困った時に開けよう。あ、切断持ってるね。
さあ来い。ででで37。それはもうブロックですな。でこれね、再起復活。これ強いよ、これ強いですよね。で防御してもしきれないけど、どうすっかな、ポーション開けてみる。37。2連解放する前にちょっと見たいよね。集中力ポーションとか出ないか。増上中ステロイドポーション。あー、まあバッファーで防ぐんなら、増上種使って暗黒とか引いてた方がいいよね。ここら辺の3枚を変えようか。お、いいね、暗黒来た。よし、で2連解放だ。39の2連になったし、ズンズン。で充電防ぎきれないけど、エナジーをバーストで使った。おっと、さらに攻撃してくる。マジですか。次はバッファーで防げません。まずい。防御ガンブリだ。いやー、それでも22しかならん。防御が足りなすぎる。あ、やっと攻撃の手を緩めてくれた。暗黒使ってから再起。あ、でも2連解放したら終わる。 Why?ダーク強し。あ、小技でもう一枚。まあ機械学習入れたいな。ちょっとやっぱ小技でもう一枚もちょっと魅力あるけどな。まあ機械学習で。あー、いてついた、怖か。ダーク運用、だとなかなかぐるぐる使えないところもあるんだけど、まあでも今はもうコアサージ平行認識って感じだからな。いっか。スイタコア。いただきます。